この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。これからが正念場だ。後ろは川、逃げ場はない。命を捨てろ。それ以外生き残る道はない。生き残れば俺たちの勝ちだ。何にも見えねえ。まあ我が軍の勝ちは決まったようなもんだがな。しかし城内の連中までみんなで払っちまったぜ。敵の大将を捕まえたもんには報酬は思いのままだからな。どいつもこいつも報酬目当てかよ。こんな時に限って見張り役とはついてねえな。おい、どうした。敵一体どこから。ああ、突入。ああ、第一隊城門を封鎖。決して敵の伝令を城外に出すな。は、他は全員予定の行動に移れ。急げ、一刻を争うぞ。これを。お前たちは右だ。急げ。城門と城壁を押さえろ。本丸には目もくれるな。お前か、しぶとさだけは大したものだな。私も不死身男爵アドンと言わしめた男。私の生命力の前にはいかなるものもひれ伏さざるを得まい。貴様らの考えなどこのアドン、とうの昔にお見通しよ。それいえ私自ら城塞防護の任を買って出て、貴様らがのこのこ現れるのを待ち構えていたのだ。嘘つけ。嘘ではない。出ます。見たか、この時のために城内に残しておった我が精鋭超重装猛進撃滅騎士団、先の戦における雪辱今晴らしてくれようぞ。よいか、一人たりとも生かして出すことまかりならん。かかれ。来い。
我が弟サムソンの仇、もう容赦はせぬぞ。何をしておる。まだグリフィスを捕らえることはできんのか。申し上げます。グリフィス悪の前に恐ろしく手だれの牙が立ち塞がっており、我が軍はなかなか近づけぬ様子。不甲斐ない。なんて野郎だ。誰か奴を止められんのか。将軍自ら。まるで立ち筋が違うぞ。あの時は体調が万全ではなかった。何？そんな言い訳が。人の話は最後まで聞け。お前も少し黙ったらどうだ。敵は少数だ。ひるまず押し切れ。高野団の命運はこの一戦にかかっているぞ。時間の問題だぜ。数が違うんだよ、数が。何言ってんだよコルカス。逃げるとでも言うの。なこと言ってねえけどよ。逃げ出すくらいなら戦って死んだ方がマシだよ。リッケルトちゃんが切れやがった。そうだ、リッケルトの言う通りだ。圧倒的ではないか、我が軍は。攻めろ。攻めて攻めまくれ。それにしてもボスコンめ、たかが牙一気に何を手間取っている。強えぜこいつは。百人斬りなんかよりよっぽど生きた心地がしねえ。これは死ぬ気でかからねえとやられる。いや、あの時ほどじゃねえ。あの時ほど絶望的ってわけじゃねせん。私は将軍の命令で動いたにすぎません。姉さん個人には何の恨みもございません。
ささ、さ、城が欲しければ、はい、どうぞ。私は邪魔なんぞいたしやせんですから、どうか命ばかりはお助けを。呆れたやつ。と見せかけておいて。あれさん！バーカミこぼれいつけに千年にわたり伝えられし、号泣狙撃術、飛行儀、列車人雷波だ。その矢の先にはしびれ薬が塗ってある。貴様の悪行もこれで終わりだ、小娘。これ以上お前の遊びに付き合ってる暇はない。まずったぜ、百人斬りで剣人ガタが来てやがったんだ。マクド切り込み隊長。剣を捨てれば私の個人的おもちゃとして生かしてやらんこともないぞ。それが嫌なら取れ！俺まずい、体の自由が。あれだ！どうし！もう逃げ場はないぞ。この顔の恨み、手足の一二本は覚悟してもらおう。それからゆっくりと捕虜となるか、この場で死ぬか、答えを聞こうではないか。まずは足！結構面白かったぞお前。どうしようもないゲス野郎だけどな。よし、残りは雑魚だ、蹴散らせ。破れたとて我が軍の優勢は何ら変わらん。何をひるんでおる。総督、あれを。なんだ。あれは敵の旗。俺たちの城が。何が起こったんだ。
まだわかんねえのか。大将はくたばった、城は落ちたとなら決まってんだろ。負けたんだよてめえらは。負けた、俺たちの勝ち時だ。勝ち時を上げろ。これより敵残党狩りを開始する。この場から立ち去るならよし、歯向かう者は一人残らず殲滅せよ。待てお前たち、総大将はわしだ。わしはまだ生きておるぞ。お久しぶりです、ゲノン総督。おお、グリフィス。会いたかったぞ、お前と私の仲だ。この場は見逃してはくれまいか。私はお前だけは傷つけぬよう、兵士どもに命じてさえいたのだぞ。この気持ちがわからぬお前ではあるまい。お前のことは一日とて忘れてはおらぬ。あの夜互いに恋焦がれた仲ではないか。どうかこの思い引き入れてはもらえぬか。まさか恨んでおるのか、この私を。お恨みなどしていませんよ、総督。おお、それでは。ですが恋焦がれたなどとは心外です。私はあなたに対して何の感情も持ち合わせてはおりません。恨みも好意も何も。何を言っておるのだ、グリフィス。たまたまあの時そこにいたあなたを利用させていただいただけのことです。私の歩く道端にあなたという石ころが転がっていただけのこと。貴様ですが、おしゃべりな石ころというのは少々目障りなのです。大丈夫ですか？ああ、少し楽になってきた。私のことはいい。お前たちは城内に敵が残っていないか調べてこい。はい。ほら行くぞ、仕事だ。はいはい。よ、お疲れ。あ、どうした？ほんのかすり傷さ。と言いたいところだが、肩を貸してくれないか。すごいな。おい、いつも思うんだ。ああしてみんなの中にいるグリフィスを見ていると、なぜだか手の届かない遠い存在に思えてきて切なくなる。そんなことねえさ。おい、何すんだ。行こうぜ。お前の大将のお出迎えによ。
まさかな。間もなく食が来る。魔王降臨も近い。ドルドレイは落ちた。これでひとまずは長きにわたった戦も終わる。さすればグリフィスめ、必ずや我が国の祭りごとに口を差し挟んでくるに決まっておるぞ。身分もわきまえず厚かましいことこの上ない。陛下もあやつを随分と信頼されているご様子。今回の功績によってあやつは将軍の地位を得るようです。何？陛下はあやつと鷹の団に白虎白竜騎士団に連なる我が軍最高位白の称号をお与えになるとか。バカな！やつを増長させるばかりだ。城の中で生き延べるにはあやつは少々慎みに欠けたということですな。それはアンチアリス、即効性の毒です。これをあやつに。大丈夫なのでしょうな。万が一にも我らの企みが。我らが直接手を下すわけではありません。しかし案ずるな。おお、王妃様。すべてわらわに任せておけばよい。Looking back, the morning comes to find your face in your glass.To any side, just shedding. What is there? It's just the same. What is trying your crown? I'm spanning my grass, walking back. So when my grass shall fade.